アンドリュー・ハリソンは、アメリカ合衆国、テキサス州サンアントニオ出身のバスケットボール選手。ポジションは、SG、PG。双子のアーロン・ハリソンもバスケットボール選手。テキサス州のトラビス高校時代は、双子のアーロンと共に2013年のマクダナルズ、オール、アメリカンゲームや、ジョーダンブランドクラシックに出場するなど、有望株として注目された。大学は、 名門校のケンタッキー大学に進学。2013から14シーズンはジュリアス・ランドルと共にプレーし、NCWA トーナメントのフィナール4まで進出する原動力となり、2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーする予定だったが回避。2014から15シーズンも NCWA トーナメントでフィナール4まで勝ち上がったが、準決勝で、 フランク・カミンスキーとサム・デッカー擁するウィスコンシン大学に敗れた。兄弟は2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。アーロンは指名を受けることができずも後にシャーロット・ホーネッツと契約。一方アンドリューは44位でフェニックス・サンズから指名された後にジョン・ルーアーとのトレードで権利がメンフィス・グリーズリーズに移動。NBA サマーリーグを経て グリズリーズと契約したものの、プレシーズンで結果を残せずシーズン開幕前に解雇。解雇後に、参加の IOA ナジーに送られ、NBA 入りを目指すことになる。ハリソンは2015から16シーズンを D リーグで平均18、5得点4、9アシストの好成績を残した。ハリソンは2016年7月のサマーリーグで再び、グリズリーズの一員としてプレーし、 同月12日にグリスリーズと契約。2016から17シーズン開幕戦のミネソタティンバーウルブズ戦でハリソンは前シーズンまでスターターを務めていたトニーアレンが負傷欠場した関係で先発で起用され開幕戦勝利に貢献した。ありがとうございます。